そうですね、まあ、ポイント的にはやはり2000飛べなかったっていうのは非常に大きいんで、その分プランとしては崩れたんですけれども、まあ、特にあのトラックを飛ぶ時間も削られたということで、非常に不利な状態になったのは間違いないです。ただまあこうやってレーストラックでレースを見ることもまあ僕らはないんで、改めてこう見てみるとエンジンの音だったり、いろんな飛び方の変え、トップの選手の飛び方がいろいろとレースの段階によって変えていると、トップ12、スーパー8、ファイナル、いろいろ変えてきていると、まあ、そういういろんな大きな発見もあってですね、でまあこの悔しい思いは非常に大きなバネになると思いますので、まあ、ヨーロッパ戦から、非常にいい状態で落ち着いて臨めると思います。ドイツ戦、まあ1ヶ月の準備期間があって十分に準備して臨めますので落ち着いていきたいと思います。で確実にスーパー8残って、ポイントを稼いでいきます。